オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。この番組はフランス語学習をメインテーマに、ネイティブに通じる実践的なフランス語表現や、日本人学習者が間違いやすい文法のポイントなどをアンサンブル講師が週替わりでお伝えします。本日の担当はバネッサ先生です。バネッサ先生はフランス語と日本語でお話ししてくださいます。では早速お聞きください。Bonjour à tous, bienvenue sur À la cafette. C'est Vanessa. Ça fait longtemps. Comment allez-vous? Konnichiwa. Ensemble 講師の Vanessa です。本日もアラカフェットの時間が始まりました。いかがお過ごしでしょうか？お久しぶりですね。元気にしてましたか？ Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de vacances.Et oui, nous sommes déjà à la fin du mois de juillet. 皆さんと再会して、バカンスについて話すことをすごく楽しみにしていました。さあ、もう7月が終わりますね。Et qu'est-ce qu'il fait chaud, n'est-ce pas? En France comme au Japon d'ailleurs. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ici, dans le Kansai,Je fonds avec cette chaleur. 最近フランスも日本もとっても暑いですね。皆さんはどう感じているかわからないですけど、関西に住んでいる私は暑いすぎて体が溶けそうです。Bon, je l'avoue, c'est le bon moment pour manger de la glace.Je la prépare maison, c'est encore meilleur. さて、アイスクリームの季節になりました。自分で作ると、さらに美味しいですね。J'en mange presque tous les jours en ce moment. Ça me redonne de l'énergie. 最近は毎日アイスクリームを食べます。食べると、元気が出ますね。Quand j'étais en France,J'adorais préparer de la glace avec de la banane, du lait d'amande et des fruits rouges. フランスに行ったとき、いつもバナナ、アーモンドミルク、ミックスドベリーを入れたものを作ってました。Ici, je la prépare avec de la banane, du lait de soja et des marrons.C'est tellement bon. 日本ではバナナ、豆乳、栗で作ってます。とっても美味しいですよ。Si vous êtes en France, j'imagine que vous ne comptez plus les barbecues, n'est-ce pas? Les Français en raffolent en été. Accompagné d'une bonne salade composée pour apporterde la fraîcheur, bien sûr. フランスでは今、毎日のようにバーベキューをやっているでしょうね。フランス人は夏になると、バーベキューと一緒にミックスサラダを食べて、涼しさを感じることが大好きです。Et en dessert, une petite salade de fruits pour se rafraîchir encore un peu. C'est tellement bon et on peut en manger sans culpabiliser. バーベキューの後にはデザートとして冷たいフルーシーボールを食べてさらに体を冷やします。さて本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部はバネッサがお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐに使える、短く簡単で覚えやすい、フランス語の表現をご紹介します。そして第2部は、
アンサンブル情報交換コミュニティで人気のテーマ、〇〇先生はこうしてフランス語の壁を越えた、より綾子先生の回についてご紹介します。Alors commençons la leçon。では、早速フランス語レッスンを始めましょう。Alors, au Japon aussi, on a un peu de vacances pendant l'été avec la période du Obon, n'est-ce pas? 日本にもお盆に短い休暇を取る習慣がありますよね。Laissez-moi vous présenter les phrases les plus utilisées avant les vacances par les Français. フランス人がバカンスの前によく使うフレーズを今からご紹介しますね。Vous partez en vacances? Vous partez en vacances? Vous partez en vacances? あなたはバカンスに行きますか? Vous partez où? Vous partez où?Vous partez où? あなたはどこに行きますか? あなたはどこに出かけますか? あなたはどこにバカンスに行きますか? という意味になりますね。 Vous allez faire quoi pendant vos vacances? Vous allez faire quoi?Pendant vos vacances? Vous allez faire quoi pendant vos vacances? あなたは vacances で何をしますか? Et on dit profitez bien de vos vacances aux personnes qui partent en vacances. Vacances にこれから行く人には良い vacances を過ごしくださいねと言うんですよ。Profitez bien de vos vacances. Profitez bien de vos vacances. Profitez bien de vos vacances. Yoi vacances o sugoshi kudasai ne. Ça va? Vous les avez mémorisées? Je vous conseille d'apprendre ces phrases par cœur car on les utilise souvent. Do desu ka? Shikkari.覚えられましたか?よく使うフレーズなので、丸暗記してくださいね。いかがでしたか?今回のように、知っておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン、無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方は、ぜひ、アンサンブル・アン・フランセのホームページから、無料メールレッスンにご登録くださいね。Bonnes vacances à ceux qui partent et bon courage à ceux qui travaillent. 休暇にどこかに行く人は良い休暇を。仕事する人はお仕事頑張ってください。それではまた。À bientôt。バネッサ先生。ありがとうございました。アラカフェットは日本最大のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方にフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。続きまして、番組の第2部は、アンサンブルスタッフのミキがお送りします。今回も先週に続きまして、アンサンブルが月に1回、無料で生徒様に提供している情報交換コミュニティの開催レポートをお届けします。これまでに、数々のテーマで開催してまいりましたが、とりわけ今年の2月に始まった
アンサンブルの日本人講師が司会進行を務めている〇〇先生は、こうしてフランス語の壁を越えた。こちらは生徒様より大変ご好評をいただいております。そこで今回は、6月に行われた綾子先生による本コミュニティの開催レポートの一部をご紹介いたします。綾子先生は、壁越えコミュニティが始まるにあたって、ご自身が体験された4つの壁を考えられたそうです。1、発音の壁。2、語彙の壁。3、文法の壁。4、メンタルの壁。参加者の皆さんとのやりとりを通して、綾子先生が感じられた皆さんとの共通の壁は、発音の壁と語彙の壁だったそうです。綾子先生によると、フランス人同士でも、年代や住んでいる地域によって、発音や語彙が違って、うまく話が噛み合わないことがあるそうです。面白いですよね。綾子先生は、ご自身のフランス語を録音され、お手本との聞き比べをして、客観的に間違った発音を認識されるという勉強法を試されたそうです。また、日本語にぴったりの言葉が見つからないときは、日本語からフランス語にした言葉をさらに英語に訳し、そしてそれをもう一度日本語にするという面白い方法をご紹介されていました。今回のコミュニティで特に興味深かったのは、講師が紹介されていたメンタルの壁の克服方法です。どんな欠点や弱点も長所に変えてしまう。フランス人の自己肯定感の高さを見習って、落ち込まないでポジティブに捉え、なりたい自分になることをイメージトレーニングしながら試行錯誤を繰り返していくことで、伝える術を体で覚えていくとおっしゃっていました。最後に綾子先生は、フランス語の魅力に取りつかれ、フランス語を学習している戦友同士、共に戦っていきましょうと締めくくられました。綾子先生は、こうしてフランス語の壁を越えた。開催レポートの全文は、アンサンブルが運営しているコミュニティサイト、クラブアンサンブルに掲載されておりますので、気になる方はぜひ、情報交換コミュニティより記事をご覧になってくださいね。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブルアンフランスで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランスお問い合わせ宛てに、お名前アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。